例えばギャラリーとかで展覧会してる時に僕らがこう行って、うん、その場で欲しくなるっていう衝動がコレクターにはやっぱり起こるわけじゃないですか、うんうん、お金払ってでもこの作品が欲しいって思うのはやっぱりそれはいい自分がいいと思うからだから、うん、アーティストにとってはすごくね感謝されるということが、うんうん、だお金じゃなくて、まあそうですね、買ってくれたっていうのは評価してくれたっていうことを、うん、そうですね、はい、一番購入することが一番こう作品を理解しているっていう、作品が売れるっていうことはすごい大きなモチベーションだと思います、うん、確かにアーティストにとって買っていただくってことは生活を続けられる、制作を次の制作ができる。これは壺型を人体に例えた形の、まあ、一番抽象的なものかもしれないですね。で実際人間っていうのもその中が空洞っていうんですかね、こう水分で満たされてて、あ人間って器なんやっていうことに気づいて、こう擬人化して見えるというか生き物に見える、そういうことを意識して作り出して始まった作風ですね。もうこれ全部買いますというお話をいただきました。リアーナっていうアメリカ の R&B の歌手の方ですね。結構集めてはるみたいですね、現代美術の作品。絵が見つめてくる、うん、こっちが一方的に鑑賞するんじゃなくて対等な感じで絵が見てきて、見てきたことでこっちが見つめて、見る見られるってことで、そこで鑑賞者が新たに発見する何かっていうのは僕あると思ってるんですよ。で僕はだから自分の絵は鏡だって呼んでいて、こうリフレクション、あとは問いかけであると僕は思います。よくなんか何描いてんのって言われるんですけど、自分も特に何かの造形ってわけでもなくて、ただ見る方がいろいろなんか浮かんでる雲みたいだねとか、クジラみたいだとかいろいろ言ってくれるんですよ。そういうなんか、まあ別に自分からするとそれがいや全然違う人とかではなくて、なんか見たまんまそういう風に受け取ってもらって、本人なりに楽しんでもらえたらいいなって思ってます。ノーコンセプトっていうテーマでやらせてもらってます。